3分の1奥っていうのはこの大体この辺りだと思いますけど、まあ、ここになるべく入れていく。ここはまあちょっと浅いですけど、ボールの勢いがあればいいボールにもなるし、ボールの勢いがなかったり風で戻されたりするとチャンスボールになってしまうので、あんまりこのエリアっていうのはまあ結構グレーゾーンですけど、こっちよりはちょっとチャンスになりやすいので相手のっていうエリア、まあ、ここは完全にチャンスとかネットプレーっていうエリアっていう3分割、こう縦の3分割、ラリーの状況だったら基本はここを狙いたい。あともう一つ3分割の考え方あって、こっち縦の方ですね、このぐらいからこっちのサイドとこの辺りからこっち側のサイドと、またセンターっていうエリア、この3つなので全部分けたら9分割になると思うの で、このエリアを意識してちょっとやってもらいます。こっちから順番に、まあ、1,2,3 でここは4,5,6,7,8,9 だとすると、5番に入れないように気をつけること。まずは5番に自分が打ってしまうと、相手はチャンスでアプローチで前に行くとか、センターでも浅いと角度がつけられてしまうので、まあ、そういった危険性があるっていうエリア、まあ、そこに行かないっていう工夫をする。まあ、少なくともセンターでも2番だったら OK ってことです。 1,2,3 はとりあえず OK なんですけど、じゃあ4と6が OK な理由って何か分かりますか？そうですね、ショートクロスになるので、まあ、相手がコートの外に追い出せるっていうメリットがあるので、まあ、そういう意味ではかなり有効です。ただクロス側だったら、例えば向こう側デュースサイドからクロスのこの4番に入れるんだったら OK、相手はコートの外に追い出される、で自分が戻る範囲はちょっとでいい、まあ、真ん中まで戻る必要はないですよね、あのアングル返しもあるから。だけど例えばデュースサイドから向こうの6番に打っちゃったらどうなるか、これどうですか？そうですね、切り返しが待ってますねっていうことがあるので、あの、まあ、4番6番全部 OK かっていうとそうではなくて、クロス側の短いこのエリアだったらまあ OK っていう認識でいいかなと思います。なので、まあ、デュースサイドからボールを打つときに一番いいのはまあここかなと。で2番目がこの4番と2番のこのエリアで、ここはもう最悪です。言われたら言われるほど言っちゃうんだよ。ここは気をつけましょう。まあ、あとここもここもね、ここはもっと最悪。ストレートを打ってるけど短いってことはより角度つけられるので、ここはもうここはまあ×。まあ、罰というか気づいてなければいいんですよね、相手が。だから例えばたまにここに打っちゃっても相手が何も気づいてないんだったら、まあそれは黙っておけばいいですよね。で相手が賢い人はこの辺に来たらもうスッて前に来てパンって打ってくるんで、あ、そういう相手には絶対ここだなっていうふうに思えばいいですし、まあ一応ここはちょっと危険っていう範囲で、あとストレート打つならここなら OK です。深い場所、1,2,3番のエリアなら OK です。相手が角度つけれないです、後ろにいるから。なので、まあ、ただちょっと難しいので三角っていうことでやっていきましょうか。なので、まあ、この辺りに狙って打っていく。でもう一個言うと、ベースラインより後ろから打たされてるときはこういうところを狙うとサイドアウトしやすいですね。でここも難しいです、後ろから打つので。そしたらこの2番っていうのがすごく大事になるので、2番にしっかり、ボールが落ちるようにネットの2倍3倍ぐらいちゃんと通して2番に落ちるようにコントロールをする。後ろにいるときはサイドを狙わない。で逆に自分の相手が5番、相手が自分のコートの5番にポンって落ちてきて自分が前に入れるってなったら、まあここでも4番でも6番でも OK。 なのでまずは自分が奥か、もしくはショートクロス系に打てるかどうかっていうところ、そこだけとりあえずやってみましょうか。でおまけでまあ5番自分のコートの5番に入ったらじゃあ前出ようとか、そういうのはちょっとおまけでサブテーマとしてちょっとやっていきましょうか。まあ、ちょっとディフェンス的な練習だと思います。